マイケル・デビッド・マイナーは、アメリカ合衆国テネシー州マーシャル郡、チャッペルヒル出身のプロ野球選手。MLB のカンザスシティロイヤルズ所属。2006年の MLB ドラフト13巡目で、タンパベイ・デビル・レイズから指名されるが、入団せずに、バンダービルト大学へ進学した。大学では、2学年上にデビッド・プライス、1学年上に、 ペドロ・アルバレスがいた。2007年7月に開催されたリオデジャネイロ・パン・アメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出された。2008年の世界大学野球選手権にアメリカ合衆国代表として参加し、金メダルを獲得している。アトランタ・ブレーブス時代2009年6月の MLB ドラフト一巡目でアトランタ・ブレーブスから指名され、 8月6日に契約金242万ドルで入団に合意した。入団後、参加の A 級ロームブレイブスで4試合に登板し、防御率は0.69だった。2010年は A 級ミシシッピブレイブスからスタートし、15試合に先発して防御率4.03だったが、トリプル A 級。 グイネット・ブレイブスに昇格後は6度の先発で、防御率1.89と調子を上げた。故障者リスト入りしたクリス・メドレンと入れ替わる形で、8月9日のヒューストン・アストロズ戦でメジャーデビュー。8月22日のシカゴ・カブス戦では、6イニングで12個の三振を奪い、1試合の脱三振数において、前年のトミー・ハンソンを上回るブレイブスの 新人記録を樹立した。8月は防御率3.81だったが、9月は月間防御率9.37と苦しみ、トータルでの防御率は5.98に終わった。2014年1月17日に、ブレイブスと380万ドルの1年契約に合意した。3月23日に、 左肩鍵盤炎のため、15日間の故障者リスト入りした。3月31日に、リハビリのため、AA 級ミシシッピへ移動した。5月2日に復帰したが、以後は、不安定な投球に終始した。しかしながら、シーズン終盤には6試合連続で QS を記録した。シーズン全体では25試合に登板して6勝12敗。 防御率4.77という成績に終わり、連続2桁勝利は2年連続でストップした。2015年は、前年10月に受けた肩の手術の影響で全球し、オフにノンテンダー FA となる。2016年2月19日、カンザスシティロイヤルズと2年725万ドルで、契約を結んだ。この年はメジャーで投げる機会はなかった。マイナーでは AA、AA ノースウェストアーカンソーナチュラルズとトリプル A 級オマハ、ストームチーイサーズで、計10試合に先発登板して0勝4敗、防御率5.74と打ち込まれた。2017年は3年ぶりに、メジャーのマウンドに復帰した。この年は、自身初めて、リリーフとして起用され、65試合登板で6勝6敗、6セーブ、防御率2.55の好成績を挙げた。 オフの11月3日に FA となった。2017年12月6日にテキサスレンジャーズと3年2800万ドルで契約を結んだ。2018年は先発に復帰。序盤は安定感を欠いていたが、6月は防御率2.08と良い投球を見せた。後半戦は一定の結果を残し、最終成績は12勝8敗、防御率4.18だった。 2019年は前半戦に8勝4敗、防御率2.54の高成績を残し、オールスターに初選出された。当番日の関係で、マウンドに上がることはなかった。後半戦は調子を落としたが、9月2日のニューヨークヤンキース戦では7.1回無失点で、ヤンキースの連続非完封なし記録を220試合で止めるのに貢献するということもあった。 最終登板のボストンレッドソックス戦で200奪三振に到達した。最終的に14勝10敗、防御率3.59で、大台の200回と200奪三振を達成した。2020年8月31日に後日、発表選手2名とのトレードで、金銭と共にオークランドアスレチックスへ移籍した。オフの10月28日に FA となった。 2020年12月1日に、フルスのロイヤルズと2年総額1800万ドルの契約を結んだ。オプションとして2023年は、球団側が選択権を所持し、バイアウトの際は100万ドルが支払われる。ありがとうございます。